今で昔を懐かしまないでで合ってるのかな。はい、それでは、ゆるっと解説 YouTube で HDR Mac でっていうのでやっていきたいと思います。相変わらず分かりやすいとは言っていません。あと今回の内容は2020年10月、今日は21かなという内容で進めていきたいと思います。はい、まず最初にご注意です。内容については責任負いません。内容は MacOS での動作を想定しています。今回は YouTube への HDR 映像のアップロードを目的とし PQ 形式を使用することを前提にします。ここでは簡単な説明だけをします。細かな説明は改めて動画を作るかもしれません。はい、今回のお題というか内容ですね。まず環境を確認しよう。まあ HDR が再生できる環境なのかというところですね。 YouTube へアップロードするには、これはまあデータ形式とかそういう形ですね。編集ソフトでの動作を確認しようと。今回は Final Cut Pro 10、ダヴィンチリゾルブ、プレミアプロ、この3つの内容で説明したいと思います。そして HDR 素材に関して、SDR 表示への対応、これらで進めていきます。まず環境を確認しよう。まず最初にこれを確認しましょう。MacOS がカタリナ 10.15.4 以上になっているか。iMac とか MacBook Pro だったらいいんですけども、外部に接続されているモニターが HDR に対応しているのか。まあ、根本的なところですね。で、HDR モニターに接続されているなら正しい接続になっているのか。ケーブルが、バージョンが古いものだと、モニターが HDR に対応していても HDR が出ない場合になります。で、外部にモニターが接続されている場合は環境設定のモニターでハイダイナミックレンジのチェックができるか、ここもポイントですね。このチェックができていない場合は、マシンの環境もしくはモニターの環境が対応しない場合です。で、これらを含めた上で総合的な確認としては、Google Chrome を起動して YouTube の検索で 4KHDR などを検索して、そこに出てくる HDR の映像を再生した時に、右下のところにこの設定のギアのマークですかね、そこのところが HDR と表示されていれば、今見えている映像が HDR ということは分かります。つまり環境が整っているところですね。ちなみにこれサファリ、この2020年10月現在の段階ですと、サファリでは HDR が表示ができないので Google Chrome を利用してください。で、 4KHDR 動画の参考例を見てみましょう。はい、今ここに表示されているのは Google Chrome の画面で、内容は先日プロレスローの時に説明した時にも利用したスミズーンさんからご提供いただいた素材の Apple プロレスローで作ったものをHDR データとして YouTube に公開したものです。右下の方をご覧いただくと、ギアのマークのところに HDR と書かれていることがわかるかと思います。はい、再生します。ただ残念ながらすいません、今このスクリーンキャプチャーで撮っている映像というのは HDR の絵の内容がクリップされてしまいます。明るさの部分がクリップされてしまうので、正しい HDR とは見えてないはずです。これは皆さんの HDR 環境で実際ご覧ください。リンクは概要欄の方に書いておきます。では続けていきます。 HDR の映像を YouTube へアップロードするには、まず HDR 映像を YouTube へアップロードできるデータとは、まず当たり前なんですけども、HDR として作成されたデータであることですね。で、そのデータが PQ 形式なのか HLG 形式なのか、さらに HDR 形式、それにまつわる設定のメタデータが付加して書き出せるかどうか、さらに10ビット以上の色深度を持ったデータで書き出せるかどうか、これらの条件が必要になります。その上で
YouTube の方で詳細なデータ形式の内容が出ています。一つがハイダイナミックレンジ動画をアップロードする、もう一つがアップロードする動画におすすめなエンコード設定となっています。ちょっとざくっと見ましょう。はい、こちらのページが、ハイダイナミックレンジ動画をアップロードするというところになっています。いろいろ詳細が書かれています。アップロードの概要、 HDR 動画ファイルのエンコーディングとかありますね。こう見てみましょう。この辺ですね。あとメタデータ、これらのものが必要だよっていうふうに書いています。あとこれらにまつわる問題も出ています。あともう一つ、アップロードする動画におすすめのエンコード設定があります。こちらの方で例えば、コンテナがどういう形か、あとビットレートですね。例えば今回の場合 HDR 動画なので 4K の HDR 動画を流す場合はフレームレートに合わせてですけども、これらのビットレートがおすすめであると書いてあります。では戻ります。はい、これらの情報も参考にします。動画形式のところをもう少し確認をしてみると、先ほど書いてあった通りコンテナ、つまり動画の入れ物ですね、これらの内容が、出ています。モブ、まあ、いわゆるクイックタイムですね。あと MP4、 あと MKV、 この3つのコンテナの中にそれぞれの適切なエンコード形式のデータを入れます。これらの共通してのポイントは、いずれも10ビットもしくは12ビットの色振動を持ったデータであることです。あとちなみに公式では書いてないですけども、 HEVC H.265 ですね、これらも実はサポートしています。はい、それでは編集ソフトでの動作を確認しましょう。今回紹介するソフトは Apple Final Cut Pro 10、 Black Magic Design ダビンチリゾルブ、 Adobe Premiere Pro になります。この3つを選んでいますが、理屈さえ分かればこれ以外のものでも作成は可能です。必要な要素としては、10ビット以上の色振動を持った HDR のデータが作成できて、必要な HDR メタ情報を持たせる機能があることです。まあなくても後から追加するということもできます。でこの3つは先ほどの YouTube の HDR のページに書かれていたHDR オーサリングツールとして紹介されている3つの内容です。まあ、4つ目はアフターエフェクトなので編集ソフトとは違うのでちょっと外しておきます。まず Final Cut Pro 10での HDR 設定と書き出しを説明していきます。内容としましては、まず表示の設定、素材の確認、ライブラリープロジェクトの設定、書き出しになります。表示の設定、これに関しては先ほどの MacOS が HDR が表示できる設定になっているということが前提でのお話ですけども、ビューアーの右側の表示のメニューのところで HDR をトーンマッピングという項目があります。これにチェックを入れるだけです。編集する素材の色情報などの確認は情報インスペクターの上部に表示されています。そして編集するライブラリープロジェクトの設定に関しては、ライブラリーの設定をワイドガモット HDR に変更、プロジェクトの設定をワイドガモット HDR レック2020 PQ に選択をします。 PQ を選択しているのは今回のお話が PQ であることを前提にしているからです。 HLG の場合は HLG を選んでください。編集した内容を書き出す場合は10ビット以上の色振動を持ったフォーマットであることがいけないということで、私の場合は基本的に ProRes422LT を使って書き出しています。 ProRes422 はこれにさらに、上位な綺麗な、データもあるんですけども、まあ、YouTube 目的であれば LT で十分かなというのが私の、考えです。もちろんこの上のグレードのものを選んでいただいても結構です。で書き出しに関してなんですけども、先ほど ProRes422LT を使うと言いましたけども、実際のところちょっとデータ量が大きいです。はい、例えば、私が挙げる場合だと 4K の 30p のデータを挙げるんですけども、この場合でだいたい1分で 3GB、
つまり10分であれば30ギガのデータをアップロードすることになります。幸い私の家の、ネットの環境は悪くはないので、よくはないんですけども悪くはないので、そんなに苦になりません。ただ条件によってはネットインフラが弱い場合とかはあるかと思います。この場合はできるだけ小さなデータで上げたいですね。その場合はちょっとハック的な要素なんですけども、ファイナルカットの書き出しの設定はコンプレッサーで作成することができます。ここで10ビットの HEVC の書き出しの設定を作って、 HEVC で書き出して HDR のデータにすることもできます。ただ問題としてはエンコード時間がかなり長いです。8ビットですと T2 チップとかの影響があって早かったりするんですけども、10ビットにすると私の環境では、特に GPU 支援も得られず CPU だけのエンコードになるのでかなり時間がかかります。はい、書き出した例を、YouTube にアップロードしていますので、またご覧いただければと思います。ただあらかじめちょっと、お断りをしておくんですけども、この後、ファイナルカットに続いてダヴィンチ、プレミア、同じようにアップロード例を上げるんですけども、その上げた内容で画質評価をしないでください。なぜかというと、それぞれの環境で、攻めた設定になってないんですね。つまりもっと設定を追い込めば画質が良くなる可能性を秘めています。なので、あ、書き出せるんだっていう程度で覚えてください。あと、もっとちなみに言うとですね、今回使っているこの HDR のデータなんですけども、スミズーンさんの素材以外は私が用意したデータなんですけども、これも実は、正直言うとちゃんとした HDR データではありません。もともとシネライク D で撮影された8ビット420のデータを、まあいろいろトリックを使って HLG のデータにして、そこから PQ のデータにしたものです。なので、もともとの素材自体が、必ずしもいいものではないです。それをちょっとお断りしておきます。はい、それでは実際に Final Cut Pro 10の画面を見てちょっと確認しましょう。はい、Final Cut Pro 10の画面に変わりました。画面の内容は実際に YouTube にアップロードした内容のものです。まあ簡単にカットを並べただけの内容ですね。はい、こんな感じです。まず最初に説明した表示の内容、こちらビューアーのところの表示のタブ、ここに HDR をトーンマッピングとして表示ってあります。これをオンオフするだけです。どう違うか確認しましょうか。表示を、今は HDR をトーンマッピングとして表示がオンになってますけども、オフにすると分かりますかね。オンにするとこんな感じ。この違いは何かというと、オフにした場合明るい範囲が広がっていますよね。これはもう、この範囲から SDR の領域以上になってクリップされているということになっています。もっとこれちょっと波形に変えましょうか、表示を。はい、今この絵が、2000ニッツほど、まあ1800ニッツほどですね、明るさを持っているものなんですけども、ちなみに SDR は100までですね。まあ100の範囲がここまでって形になります。で、HDR をトーンマッピングとして表示を選ぶと、さらにこの明るい範囲、おそらくこの辺というのは100ニッツ以上のものになるんですけども、この辺とかのディティールが出てきて表示されます。次に素材の確認ですね。例えば今この編集している素材、これは何のデータなのかっていうので見てみると、情報インスペクターで見るとREC2020PQ のデータですよって書いてあります。はい、あとライブラリーの設定も見てみましょう。今編集をしているライブラリー、素材とかプロジェクトが入ったものですね。これの設定はこちらの変更ボタンを押すことによって標準なのかワイドガモット HDR なのか、これを選択ができます。今はワイドガモット HDR が選ばれています。
今編集しているプロジェクトの設定はプロジェクトを選んで変更、ワイドガマット HDR レック 2020PQ が選ばれていることがわかります。はい、この状態で編集をすると、HDR の編集内容を作成できます。で、書き出しに関してなんですけども、書き出し共有メニューからマスターを選びます。設定からビデオとオーディオ、ビデオコーデック形式を私の場合は VS422LT を選んでいます。で、ここでのポイントとしては、ちゃんと色空間がワイドガマット HDR REC2020PQ になってるよってことが確認できます。で、これで書き出すだけです。次へですね。ちなみに例えば対応できていないフォーマットを選んだ場合、例えば H264、これ8ビットなんですけども、これを選ぶとここに警告が出ます。 HDR コンテンツで8ビットコーデックを使用するとビデオの品質が低下することがあります。まあ、この黄色のやつが出た場合は、ダメだと思ってください。で、書き出しで書き出せます。はい、今ご覧いただいているのはコンプレッサーの画面なんですけども、あらかじめ作ってしまっているんですけども、先ほど言ったようにプロレスのデータはでかいデータ量なのでアップロードに時間がかかります。それを抑えたい場合は HEVC、H.265 ですね、この設定を使って書き出してやることによって小さなデータが作成できます。設定としてはコーデックを HEVC、データレートはだいたい私の場合4300とか、まあデフォルトに近いんですけども、この辺にしています。これはいろいろ皆さん試してみる価値があると思います。ポイントとしてはこの10ビットカラーですね、これを選んでおくことです。で、これを、こういうふうにカスタムプリセットに作っておきます。そうしておけばファイナルカットで環境設定、出力先の追加でコンプレッサーの設定を追加して、先ほどのカスタムから HEVC10 ビットを YouTube、 先ほど私が作ったプリセットですね、これを選んでやることによって、共有メニューから選び、このまま書き出しやることができます。はい、戻って、次はダヴィンチリゾルブですね。この内容を確認していきましょう。まず表示の設定、HDR の表示を行うための設定なんですけども、3箇所変えます。はい、まずこちらなんですけども、一般の設定のところにある可能な場合はビューアーで10ビットイメージを表示、これにチェックを入れてください。で、これをチェック入れれない環境というのはあります。その場合は残念ながらちょっと HDR の表示はできません。でも最近の Mac ではできるはずです。少なくとも私の MacBook Pro 13インチ2018ではできています。で、その後に、ついでにこちら、Enable HDR Scope for ST2084&HLG。これ波形モニターを3つ表示にするためのオプションなんですけど、これもチェック入れておきましょう。ついでです。で、その後に、プロジェクト設定のカラーマネージメントの中からビューアーに HDR を表示、これにチェックを入れます。これでダヴィンチリゾルブのビューアーでも HDR の表示ができます。で、ダヴィンチで HDR を使う場合には基本的にはカラーマネージメントの機能を使うことになります。ダヴィンチリゾルブ YRGB カラーマネージと長いんですけども、通称 RCMリゾルブカラーマネジメントを有効にします。今回は PQHDR の書き出しを前提にしていますので、ご覧のような設定になります。カラーマネジメントのところでカラーサイエンスをダヴィンチ YRGB カラーマネージド、これを選んだ後に入力カラースペースをバイパス、
タイムラインカラースペースをレック2100ST2084、出力カラースペースも同じものに選択をします。まあ、なんでこれを選ぶかっていうのは、まあ、最近ダビンチリゾルブが詳しいよというお兄さんお姉さんがいますので、その方たちに聞いてください。次に素材の確認ですね。先ほど言っていた今使っている素材は何のカラースペースを使ってるんだよっていうのを確認するためには、分かりやすいのはカラーページの方で、クリップを選択して右クリックをすると入力カラースペースという項目がありますので、これを選ぶとどれかにチェックがされています。そのチェックされているのがそのクリップの定義されているカラースペースになります。で、これらの確認をした上で編集をして書き出す際なんですけども、ダヴィンチの場合でも同じようにプロレスで書き出すのがいいかと思います。プロレスマスターからクイックタイムプロレス、私の場合はプロレス 422LT、 これを選んで書き出します。やはりこれもファイナルカットプロ10と同じ話になるんですけども、プロレス 422LT だとデータが多い大きいという場合になります。この場合は HEVC1.265 ですね、これで書き出しをします。で、この際のポイントとしては、先ほどのコンプレッサーと同じように10ビットを選ぶ形になります。その場合はプロファイルの項目のところでメイン10プロファイル、これの方を選ぶようにしてください。はい、書き出し例が YouTube に上げています。実際にダヴィンチでの操作を見ていきましょう。はい、ダヴィンチリゾルブの画面に変わりました。これ YouTube に上げた編集内容の画面ですね。先ほど説明した内容を確認していきましょう。まず設定のところですね。環境設定のところから、一般、可能な場合はビューアーで10ビットイメージを表示、これのチェックをオンにしてある。で、もう一つユーザーカラー、こちらのページでチェックありますね。Enable HDR Scopes for ST2084 and HLG、 ここにチェックを入れます。で、保存を押します。そして、プロジェクトの設定、カラーマネジメントのところでビューアーに HDR を表示、これにチェックを入れる。これらの内容になっています。そして編集する、プロジェクトの設定なんですけども、やはり同じプロジェクトの設定のカラーマネジメントのところでカラーサイエンスを YRGB カラーマネージド、これを選択します。そして入力カラースペースはバイパスで、REC2100ST2084 をこの2つに選びます。これで OK です。で、これらの内容が出てカラーページを見てみると、スコープの内容、先ほどニッツ表示に切り替えましたので、この単位がニッツになっています。で、今線でクリップしている状態になっているんですけども、線ニッツまで出ています。はい、で、これらの通り作って書き出しを行います。書き出しとしては、先ほど言ったようにプロレスで書き出すのが、個人的には無難だと思っています。で、プロレス 422LT、 もちろん上のものでも構いません。この時にちゃんと、こちらの方カラースペースタグ、ガンマタグ、これらのものが、ちゃんと書き出されますので HDR に対応したデータになるんですね。あともう一つ、先ほどお話していた、H265 に関しては、先ほどお話した通り10ビットのデータでないといけないのでメイン10プロファイルを選びます。そしてデータのビット数は、皆さんご自由にしてください。先ほどの YouTube のページなどを参考にすると 45Mbps ですかね、それあたりにするのが、いいのかと思います。では戻ります。はい、それでは次はプレミアプロ2020で見ていきましょう。ポイントとしては、今回ご紹介しているのは、実は今これ、収録している日の、前の日の夜に出た
バージョン 14.5 ですね。これでのお話になります。内容としては表示の設定、素材の確認方法、シーケンスの設定、書き出しになります。表示の設定に関しては環境設定一般の中にある拡張ダイナミックスレンジモニタリング利用可能な場合にチェックを入れます。わかりにくいんですよ、ここですね、一般の拡張ダイナミックスレンジモニタリング、ここにチェックを入れるだけです。あとはルメトリスコープのところの、ポップアップを HDR にしておくのもポイントです。これで3つ表示になります。素材の確認方法、どういった色スペースを使っているかですねに関しては、シーケンスの中ではなくプロジェクトの中にあるクリップを選択した後にメニューバーのクリップから変更、フッテージの変更を選択します。そうするとそのウィンドウの一番下の方にカラーマネージメントという項目があるので、そこで、見てみると今定義されているカラースペースが見ることができます。それを選択して、変えることもできます。そしてシーケンスの設定なんですけども、シーケンスの設定項目から作業カラースペースで REC2100PQ を選択します。実はこれが、これ今収録している前日の夜に公開された最新のバージョンで追加された、機能になっています。はい、そして書き出しなんですけども、プレミアでは H.264 の 10bit が書き出せるので、H.264 で書き出すのもいいかと思います。実はですね、先ほどの2つ、ファイナルカットプロテインとダビンチリゾルブなんですけども、H.264 の 10bit で書き出すことができないんですね。なので HEVC、H.265 で書き出すことをお話ししていました。それに対してプレミアは H.264 の 10bit、さらに、カラープロファイルもつけることができるので H.264 で書き出すのもいいかと思います。ただ、複雑な話になってしまうんですけども、プレミアプロ不思議とですね、H.265、HEVC に関しての書き出しがやたら早いんですよね。なので、多少の時間差であればクオリティを考えて H.265 で書き出す方がいいかもしれません。で、書き出し例も、やはり YouTube に上げときます。それでは実際のプレミアの画面を見てみましょう。はい、プレミアの画面になりました。最新のバージョン 14.5 ビルド51ですね。これで見ていきます。ここに用意してあるのはやはり同じように、これちょっと多いですね、 YouTube にアップロードした、データの編集内容です。設定の画面から見ていきましょう。プレミアの環境設定の中の一般の中にあるこちら、拡張ダイナミックスレンジモニタリング、これにチェックを入れます。ディスプレイのカラーマネジメントももちろんチェックを入れておいてください。そしてルメトリモニター、ルメトリスコープですね、こちらの方のポップアップも HDR に切り替えておいてください。そして、シーケンスの設定は、これ書いてなかったですね、私。はい。REC2100PQ。これを選んでください。そして、素材のカラースペースの確認なんですけども、プロジェクトの方からクリップを選択をして、クリップ、変更、フッテージ。そして、一番下の方、はい。こちらの方に REC2100PQ というのが、表示されていますね。変更する場合はカラースペースを上書きをチェックしてこの中から選んでください。あとこの設定というのはあくまでも、証明、つまり私はこういうカラースペースだよっていう情報の設定だけなので、これを例えば709に変えたからといってその内容が709のカラースペースに変わるわけではないので、勘違いしないでください。はい。そして書き出しを行います。ファイルから
書き出しメディア、そして H.264 であれば、ハイテンプロファイル、こちらの方を選んでいただいて、あと、REC2020 カラープライマリー、ハイダイナミックレンジ。HDR10 のメタの情報に関しては、チェック入れなくても、動作をしました。カラープライマリー、いろいろ、設定はあるんですけども、今回はそれはパスします。データレートに関しては、先ほどの YouTube のページにあったようなレートを設定しておきましょう。で、書き出しを行います。はい。H265 でも可能です。そしてこのバージョンからプロレスでの書き出しもできるようになりました。厳密に言うと、前のバージョンでもプロレスの書き出しはできたんですけども、書き出したデータの情報の、いわゆるカラープロファイルの情報はですね、 HLG のものしかなかったんですね。で、この新しいバージョンから PQ の、メタ情報が付けれるようになったので、このバージョンから、書き出せるようになりました。残念ながら私の好きな LT の、メタが付いたものがないので、例えばプロレス422の、HLG もないですね。 HQ 以上ですね。 HQ 以上の PQ を選んで書き出してやると、そのプロレスのデータの中には HDR のメタ情報が入ったものになっています。はい、こんな感じです。キーノートに戻りました。次に HDR 素材に関してです。これまでご覧いただいた方の中には、いや HDR 素材なんてないよっていう人が、いるかと思います。でも実際そうなんでしょうかね。ここで HDR 素材、まあ HDR になるものですね、ここをちょっと考えてみましょう。まず今回の映像を作る、まあ、きっかけというか思いつきになった、iPhone でのドルビービジョン HDR に関して、これも対象になりますね。ただこのデータに関しては、ちょっとまだはっきりと分かってないので何とも言えないところが多いんですけども、今の段階で見えているのは、HLG のデータ形式には一応なっていると。でもそれはドルビービジョンのそのメタ情報で管理されているっぽいなというのが見えています。iPhone のこのドルビービジョン HDR に関してはまた別途、簡単な動画を作るかもしれません。はい。そしてもう一つ HLG、 これ最近デジカメによく搭載されていますね。例えばソニーの上位ランクのカメラとかはもちろん、パナさんの上位カメラもそうですし、最近はまあ、ちょっとお高めなコンパクトカメラ他にもついてますよね。これももちろん HDR データで使います。あと、まあ、まんま PQ 形式なんですけども、これキャノンのカメラ、R5、R6 とか、あとの最近のやつ、C70 とかもかな。これも、PQ で取り込めるようになっています。あと、これが一番多いんじゃないかなと思うんですけども、ログ形式のデータ。例えば、ソニーさんの S ログ、パナさんの V ログ、あとは、富士フィルムさんの F ログ、ニコンさんの N ログ、キャノンさんのキャノンログ、あと、ビクターさんの JVC ログ、まあいろいろありますよね。こういったものも HDR の、データとして扱います。あとは RAW、Apple Pro Res RAW、Black Magic Design の B RAW、RED の、R3D、あとは、アリの、アリ RAW。とかですかね。あとキャノンローですね。はい。まああといくつかあるかと思うんですけども、それらのローももちろん HDR 素材として扱います。まず最初なんですけども、HLG に関してお話をすると、HLG がまあ最も入手しやすい HDR データかもしれません。と言いながら実はうちにはその収録のカメラはないんですけども、最近はデジタルカメラの多くで撮影するモードを持っています。例えば、まあ、下の、右下の画像の内容というのは、ソニーの ZV-1 のウェブページでの紹介されている内容ですね。まあ、簡単に HLG が撮れるような感じになっています。で、その HLG なんですけども、それぞれのアプリでどう扱われているかというところなんですけども、今回のお話の前提が PQ 形式で YouTube にアップロードをしているので、こういう話をします。
すべて HLG で編集して HLG でアップロードするのであれば、今のお話の内容は関係はないです。まず最初にファイナルカットプロ展開。HLG の、素材で基本的には、まあ、メタ情報が載ってると思います。なので何も考えずにファイナルカットプロ10に読み込めば、そのクリップとしては HLG の HDR のデータとして扱ってくれます。ただ注意点としては、今は PQ の、内容として編集をするということを前提にしています。でその PQ のタイムラインに、HLG のデータを置いた場合は、ファイナルカットプロ10の場合は変換が必要です。あらかじめエフェクトの中に HDR ツールというのがありますので、これを使って HLG から PQ（REC 2100）というのを指定してやると、 HLG の内容が PQ の内容に変換されます。ちなみにここに REC 2100って括弧で書いてあるんですけども、実は PQ から HLG、 HLG から PQ への変換というのはもう規格で決まってるんですね。これに合わせた内容で変換をします。そして、もう一つ、知識として必要なのは、先ほど HLG のメタがついていれば自動的に HLG として扱ってくれると言いましたけども、中にはメタ情報がない場合っていうのがあります。その場合は、情報インスペクターの色空間の上書きっていうところのポップアップを使えば強制的に指定をすることができます。おそらく今後、メタ情報がついていない、まあ、例えば安いスマホとかそういったもののデータが出てくると思うんですけども、そういった場合はこちらの方で強制的に指定して扱うことができます。はい、ちょっとこの辺、ファイナルカットで実際見てみましょう。はい、ファイナルカットプロの画面に変わりました。今、クリップここに HLG HDR01 というデータがあるんですけども、これ、情報インスペクターを見ると HLG だということがわかります。これ実は先ほどもうすでにタイムラインに置かれているデータ、これはもう PQ になっているデータなんですけども、これと同じ絵です。ちょっと上に重ねてみますね。はい、でオンオフをしてみると、ご覧の通り絵の内容が違うことが分かります。これは HLG が PQ のタイムラインに載っている状態で、違いが出ているということですね。なので先ほど言ったようにエフェクトの中 HDR ツールというのがありますので、これを適用してあります。そして HDR ツールの中から HLG から PQ、 これを選んであげると PQ 形式に変換されて、この差異がほぼなくなります。そうすることによって最後に PQ の映像として書き出すことができます。あともう一つ、色空間の指定の変更ですね。情報インスペクターの中から色空間の上書き、今はオフになっています。なので HLG のものですね、これを指定し直してあげることができます。これプレミアの回でも言いましたけども、これはあくまでも自分がどの色空間ですよっていうことを証明している内容だけで、設定を変えても、その色が変わるわけではありません。まあ見え方は変わるんですけども、データが変わるわけではありません。それはちょっと勘違いしないでください。あくまでも、情報を持っていないデータ、そうですね、例えばこちらなんかそうですね、こちらの情報というのは、これは今実は無理やりつけています。オフにした場合は、こういった REC 709のものなんですけども、いやこれ709になってるけども本当は HLG なんだよっていう場合は、ここで定義をしてやることによって、この情報が HLG として正しく扱われることができるようになります。はい、キーノートに戻って、次は、ダヴィンチリゾルブです。ダヴィンチリゾルブの場合は、先ほどのファイナルカットプロ10のように、変換する必要はないです。ちゃんと素材のメタを読んで HLG として扱われているのであれば、そのまま配置するだけで自動的に、フィットしてくれます。で、クリップのカラースペースの確認に関しては、先ほど、ご紹介した入力カラースペース、ここのメニューのチェックで確認をします。
で、ここのポイントとしてなんですけども、ダヴィンチリゾルブの場合は、HLC の、形式に関しては2種類というか、まあ3種類、大きく2種類ですね、用意されています。REC2100HLG と REC2020HLG アライブスタンダード B67 というものですね。これに関して、まあ、どっちが選ぶべきなのかっていうのは話が出てくるんですけども、基本的にはお好みでどちらでもいいです。ただ業務用のカメラで撮影されている方はこちらの方、 REC2020HLG アライブスタンダードの B67、 こちらの方を選んでください。これは何かというと、こちらの方の規格の方がいわゆる日本での HLG での、まあ、放送規格になっているものの内容になっています。で、若干違います実は。じゃあこちらの方がいいんじゃないかっていうふうになるんですけども、一概にこれが言えなくて、業務用カメラでないカメラで撮影した HLG というのはどちらかが分かんないんですね。カメラがどちらをターゲットにしているかがわからないので、一概にどっちだって言えません。なので、まあ、どちらでも構わないです。業務用の方はこちらを選ぶ感じでって感じですね。はい、ではダヴィンチの画面を見ていきましょう。はい、ダヴィンチリゾルブの画面になりました。先ほどと同じような、ちょっとチェックしてみましょうね。こちら YouTube で書き出した内容、先ほどの、こちらの方の路面列車の絵があります。やはりここに HLG のデータがあります。右クリックをすると入力カラースペースがあって、こちらの方で内容を見てみると、2100HLG、 こちらの方が選ばれていますね。つまり今これは HLG のデータだよってことです。で、これを PQ のこちらの絵の内容に重ねてみます。はい、こんな感じですね。で、先ほどファイナルカットでやった場合は、先ほどの HDR ツールを使わない限りこの間で違いがありました。これちょっと違いがあるか見てみましょう。はい、ないですね、ほぼ。はい、これはちゃんとカラーマネジメントで、処理がされてるからですね。まあ、よくできてる機能だと思います。なので、PQ のタイムライン、そこに乗っかるものはカラーマネジメントで、整えられて、出されるというところになります。はい。はい、一応、あと、入力カラースペースのやつも見ていきましょうか。先ほど言ったように、HLG には大きく2種類。こちらですね。2100の HLG と、アライブスタンダードですね。この2つ、まあシーンはまだ別なので、はい、この2つがあります。強いて言うと709の、HLG もあります。はい、こんな感じです。はい、キーノートに戻りました。次はプレミアプロになります。プレミアプロにおいても基本的には、情報、メタ情報がついているのであれば何も意識することなく使用できます。プレミアもファイナルカットプロ10と違って、変換はしなくてもいいみたいです。ただ、まあ、これちょっとたまたまうちの環境だけかもしれませんけども、ついてるメタ情報を読まない場合っていうのがあります。特にちょっと変なところの出所の変なところっておかしいですけどもに関しては読まない場合がいくつかありました。プレミア基本的にですね、この HDR の機能は、放送用ということを謳っていて、前提としての対応しているフォーマットは XAVC、プロレス、あと DNXK ということを謳っています。つまりそれ以外に関してのサポートに関してはあまり積極的じゃないのかなという、印象を持っています。まあ、たまたまうちの環境だけかもしれないです。で、もしその読めない場合っていうのは実はちょっと困るものでして、メタ情報が読めるものは先ほどのフッテージの変換で修正ができるんですけども、読めない場合は変えることができないんですね。つまり先ほどファイナルカットでやったようなないものに対して追加をするとか、そういうことはできません。
現状実はそのデータに関してはどう回避するべきかというのはスマートな方法は分かりません。まあ、強いて言えば他でプロレスかなんかに変換してからやるってことになるのかもしれないんですけども、まあそこはちょっと特徴的なところですね。じゃあプレミアの画面を見ていきましょう。はい、プレミアの画面にしました。先ほどと同じようなやつをやってみましょう。タイムライン、こちら YouTube で上げたものですね。同じように電車のデータ、このデータが PQ のデータです。確認をするためにはプロジェクトの中にあるクリップを選択して、クリップから変更フッテージを変換、見るとレック 2100PQ のデータというのが分かります。でこちらに HLG のデータのものが上がっています。こちらですね、はい、上に重ねます。でこれをオンオフをしましょう。はい、違いは分からないですね。まあ実際はあるんでしょうけども、はい、ご覧のように、ちゃんと、HLG のデータも PQ のタイムラインに並べて、スマートに編集することができます。はい、ただ先ほどちょっとお話ししたようなメタ情報がないものに関してなんですけども、例えばこちらの映像、メタ情報がない、MP4 のデータなんですけども、これは HLG ソフトで、撮ってるものです。これをフッテージの変換で HLG だよって付けたい場合だとしても、残念ながらここはもう完全にグレーアウトして使えないんですね。ここがちょっと、癖があるなというところになります。なので素材の取り扱いはちょっと気をつけていただければと思います。はい、では次ログですね。このログに関してなんですけども、一つちょっと思い出していただきたいところがあるんですね。そもそもログっていうのは何かっていうところですよね。ログっていうのは基本的に SDR 以上のダイナミクスを持ったもの、まあ、カメラの本来の持つ性能ですね、明るさの持ってる性能を持ったものを SDR の入れ物の中には入らないので、ログの関数を使って、押し込めてる形になってるものですね。つまりどういうことかというと、 SDR 以上の情報を持っているもの、つまり HDR になり得るものなんですよね。なので、ちゃんと新しく扱ってやれば HDR として映像が扱います。そしてそれはつまりカメラの本来の性能を出すことができるということになります。例えばログを使われている方の多くの方がログで捉えたものをラットを使って変換をして編集状態、つまりレック709の SDR の絵にしてから編集をされていると思います。これよく考えていただきたいんですけども、なんで SDR 以上のダイナミックス、そして色域を持っているのに収めなくちゃいけないのかって思ったことはないですかね。で、これをその制限を取ってあげる、つまり一つ上の HDR のダイナミクス、レック2020の色域に広げてあげるということをしてやると HDR に扱えるんですよね。例えば今この画面に出ている右側のところ、これが今3段階あります。一番下が素のログの状態の絵です。ちなみに波形モニターは HDR の波形モニターになっています。で一番下のそのログの状態のまま、いつもの見慣れたコントラストの足りないような感じの状態ですね。で、一つ上、真ん中の段のものは709の SDR 状態です。で、一番上がレック 2020PQ の HDR に展開したものです。かなり違いますよね。ちなみにその今の、一番上のレック 2020PQ の絵というのは、スクリーンキャプチャーを撮ると SDR のダイナミックスに収まるので上の方がクリップされて映っています。でも実際は HDR モニターにはクリップされているような絵のところがちゃんと出ています。なのでせっかく撮ったログのデータ HDR に転換をして本来の性能を出し切りましょう。各アプリで見てみましょう。 Final Cut Pro 10での RAT の内容というのは実はカラースペース、ダイナミックスペース別に管理するようにできているんですね。例えば今メーカーさんで提供されているラットっていうのはほとんどがレック709の SDR のターゲットになっています。
から、カメラメーカーさんによってはちゃんと DEC2020 で HDR、まあ、PQ なのか HLG なのかに展開できるものを提供しているメーカーがあります。例えばキャノンさんもそうですし、あとは JVC さんもそうですね。こういったものを使えば HDR に展開できますし、さらに、デフォルトで用意されているラットというかカメラのラットという項目のラットがあるんですけども、これ多分デフォルトだと、ボロいんじゃないかと思われて使われてない方も多いかもしれないんですけども、実はここのラットの部分優秀です。これを選んでいただくことによって今編集している色域、あとクリップの色域に合わせたラットの処理がされることになっています。ちょっとこれ実際見ていきましょうか。はい、ファイナルカットプロ10の画面に移りました。今映ってるのは S-Log3、S-Gamut3 シネの内容を HDR のスペースに置いている状態です。波形モニターは HDR の波形モニターになっています。これに、そうですね、ラットを当ててみましょう。まず最初に当てるのは、ソニーさんがオフィシャルで提供している、こちら S-Log3、S-Gamut3 シネツール LC709 タイプ A、 これを選びます。すると、展開されましたけども、100IR 以上には ならないですね。まあ、SDR を想定している、ターゲットにしているものなので当たり前なんですけども、こういう形になります。これは薄暗く見えるんですけども、これは、あくまでもその HDR の表示に対しての対価なので、これは合っています。では今度はこれをやめて、こちらファイナルカットがデフォルトで用意している S-Log3、S-Gamut3 シネの、こちらを当てています。はい、こんな感じです。何でも言うようですけども、スクリーンキャプチャーの場合は HDR 領域がクリップされているので、見えてませんが、今私が操作している画面では綺麗にハイライトの部分も見えています。はい。ちゃんと今これですと400ニッツなんですけども、400ニッツぐらいまで展開がされています。これが本来カメラが撮りたかった絵ですね。撮りたかった、いや撮れている絵なんですね。これを殺して SDR の領域に狭めているのが今の現状です。これが HDR を使うことによって可能になるんです。はいはい、キーノートに戻りました。次、今度はダビッチでおいての話なんですけども、ログを、ラットじゃなくてカラーマネージメントで現像しようというところですね。これちょっといろいろ書いてますけども、実際見てみましょう。はい、ダビンチリゾルブの画面に変わりました。すみません、ちょっと13インチモデルなので画面領域が狭いんですけども、今こう先ほどと同じように S-Log3 のデータを置きました。多分皆さん今これやられてるのは、大体これでミークリック、ラット、3D ラット、ソニー、S-Log3 シネ、こちらですね。これを選んで、ボンと。現像できた。というふうに思われてるかと思います。あ、すみません。事前にお話しておきます。ダビンチ、先ほどと同じ、REC2020Q PQHDR の設定の内容になっています。まあ、ご覧のように、100は、IRE まで収まった SDR の内容になってますね。つまり、今まで通りのラットを当てたところで、SDR に収まったものにしかできないんですね。じゃあ、どうしたらいいのかというと、一番、まあ、わかりやすい方法で言えば、REC2020PQ に対応したラットを用意する。ただそれはソニーさん公式には出ていないですね。まあ誰かが作られたものっていうのもあるかもしれません。じゃあどうするかというと、ラットをなしにして、でカラーマネージメントの機能を利用します。つまりこの絵は S-Log3、S-Gamut3 の絵だよっていう宣言をするんですね。右クリックをして、先ほどから何回か出ている入力カラースペースから、S6
SGAMOT3CD S63 これを選びます。ピョンと、はい、ちゃんとこのように S63 SGAMOT シネで収録された内容が REC2020PQHDR の空間に展開されて出てきます。はい、むっちゃ綺麗ですよね。こんな感じです。まあ、ラットを使わずにちゃんとこういうふうにログのものが展開して、さらに HDR で使用ができるということができます。はい、キーノートに戻りました。で、流れ的には次に、プレミアのお話という感じになるんですけど、実はプレミアお話するところがないです。カラーマネジメントはあくまでも、限られた範囲のだけの内容なので、実はこういうログを HDR に展開するということはできないんですね。はい、すいません、私が知る限りできないんです。もしかしたらできる方法があるかもしれませんけども、できないです。2020用のラップバテのところで、残念ながら空間も広がらないみたいなので、ちょっと、手詰まりな状態です。何かいい方法があったら教えてください。次に行きます。 SDR 表示への対応と、何のことって思われるかもしれませんが、はい、実はご存知の方もいるかと思うんですけども、いざ HDR でコンテンツを上げたよっていう風になるんですけども、上げると HDR の環境のある方はもちろん HDR で綺麗に見れるんですけども、 SDR 環境の方は、ちゃんと見れないんですね。まあ、正確なちょっと情報ではないんですけども、一応 YouTube 側でも、HDR、SDR のコンバートの変換はしてるっぽいんですけども、なんかちゃんとした内容になってないっていうのは正直な感想です。まあ、趣味でやられてる方にとっては、まあ、別に HDR で見てもらえばいいからっていうふうにもらえるかと思うんですけども、商業的にやられてる方にとっては、残念ながら圧倒的に今 SDR で表示されてる方の方が多いので、ちょっとそれ厳しいなと思われることが多いと思います。で、それどうしたらいいかというと、実は方法があって、その HDR で表示される場合、SDR で表示される場合の差分を、色調整をして、その色調整内容をラットにします。で、そのラットをその作った HDR データに、マージをして、 MKV、マトロシカなんとかっていうやつですけども、ファイルに変換をして YouTube に上げてあげると、HDR の時は HDR の N 内容に、 SDR の場合は RAT の、色調整の内容を反映させた内容で表示させることができるようになっています。 RAT を作成する場合どうしたらいいかというと、ダヴィンチを使います。ダヴィンチは RAT を作成できるので、ご覧の通り、もともとの HDR を HDR で表示しない場合といったらおかしいですけども、その時の絵からどういう風に起こすのかというのを調整して作ります。実はこれに関してはものすごい素晴らしい動画が用意されています。はい、 How to control YouTube's HDR to SDR conversion という動画があります。リンク先は貼っときますので、そちらをご覧ください。英語なんですけども、まあ見ていただければわかるかと思います。実際にちょっとどんな感じか見てみましょうか。はい、ダヴィンチズームの画面に変わりました。先ほど紹介した映像の流れをちょっと組み入れているものなんですけども、ちょっとやっていきましょう。今ここに先に書き出した映像が出ていますね。まずポイントとして、カラーサイエンス、先ほどはカラーマネージドをオンにしてたんですけども、これをしていない状態にします。そうすると何の補正もかかっていない状態になっています。 YouTube でのラットの適用というのは基本的にこの何も補正をしていない状態、まあちょっと考えが難しいかもしれませんが、イコール SDR の状態、 REC709 の SDR の状態ですね。これにラットを当てるという考え方です。で、そのラットを作ります。先ほどの動画にもなっていましたけども、まずカラースペース変換の OpenFX を一つ追加します。で、今これは、ここにあるのは先に書き出した REC2020PQ の絵を
補正なしに素で表示している709のものなんですけども、入力カラースペース、この絵は何なんだよというところで、まずレック2020だよと、で、ST2084 だよと、 BQ だよと、はい、でどういったカラースペースで出すんだよというので、見られるところレック709だよと、でガンマは 2.4 だよと、はい、こういう形になります。まあ、なんかこれでいいじゃんっていう感じになるんですけども、どうしてもそのハイライトがこれ今2つメーターになってるんですよ。ちょっと戻しましょうか。環境設定でユーザーでカラー普通の数値に戻しましたね。ハイライトがもうこうクリップしてるような状態ですね。ハイライトで、ショルダーを滑らかにしてあげて、はい、で、縮めましたと。ただこうすると、ここの白っぽい部分、こちらに色が乗っかるんですよね。これ YouTube のものも、YouTube が自動的に変換されるのも同じ傾向なので、YouTube の方では多分、単純に明るさの方で、カットした変換をしてるんだろうな、っていうふうに思われます。なので、こちらの方、輝度対彩度。明るさに対してどれだけの彩度が乗るのか、色が乗るのかと言いますね。こちらを使って、ハイライトの方にあまり色が乗らないようにします。あ、ちなみにこれ私の場合ですよ。皆さん各自、いろいろやってみるのはいいかと思います。まあ、SDR というか、まあ、映像としては一番ハイライトは、白っぽい白に、まあ、本当の頂点の明るさは白であるのは自然に感じます。なのでこういった形で、明るさ SDR 領域の明るさの領域では色があまり乗らないような形ですね。こういう形で、調整をしてあります、はい、で、こういった調整を加えたのが、見てみると見た目あまり変わらず、信号としてはこっち分かりにくいですね、クリップを収めたという形になっています。で、いろいろ調整した結果ができれば、できたクリップの上で右クリックを押して Generate 3D だと33.9ポイント、これ33がポイントです。65で書き出してマージをしても残念ながら反映されません。33ポイントであれば反映されます。これを選んで書き出してあげる。ここあるのでちょっと上書きしましょうか。はい、で、上書きがされましたと。まあ本当はこれなんですけども、まあこれで使いましょう。でここで、難しいところなんですけども、これ動画の方を見てください。ターミナルを立ち上げて、たくさんの履歴がありますね。アプリケーション、この MKVA マージ、マトロシカのファイルの構成を作るツールですね。この中にあるこのものをドラッグをして追加してあげて、追加とか、まあ記述してあげて、この内容には、今何が書いてあるかというと、このキューブをここの、出している動画、あ、落ち込みですね、この動画データとマージするよという記載がされています。まあ詳細はビデオを見てください。はい、で、コメントで書いてあると、よいしょ、もう記載方が始めしてあるのでこれを使いましょう。と
こういうふうに、MKV ファイルができます。これをアップロードしてあげると SDR 時の表示にラットがかかるデータというか YouTube の表示になります。詳しくはビデオを見てください、はい、ちなみにここ、私的な補足なんですけども、先ほどのビデオを見ていただくとこの記載というのはもっと難しく書いてあると思います。例えばターゲットの輝度とか、カラースペースの指定の記載とかですね、今回 の、 説明の内容ではあえてそのターゲットのルミナンス、モニターの視聴用のモニターのルミナンスの指定とかそういう記載は外してあります。これは、なぜならば外してあっても、できちゃうからですね。基本的には YouTube 側で指定のソニーのリファレンスモニターのやつと定義で、してくれるので大丈夫です。もちろんもっと凝りたい方はそこの数値を変えてあげることによってできます。さらに補足が必要なんですけども、これ今定義を変えてないのは元がマージするデータが MOV ファイルの時だけです。MP4 の場合は、このツールを使うとその MP4 の中に含まれているカラースペースのターゲット情報とかが壊れるのか消されるのかわからないんですけども、つかなくなるので、私は MOV なのでこのどのファイルをラットをアタッチするのかという記載だけに済ませているんですね。 MP4 で使われる方はちょっとご注意ください。はい、ということでキーノートに戻りました。書き足した例を、YouTube に上げておきますのでまたご確認ください。はい、やっとまとめです。長かったですね。全然私これ20分で終わる予定だったんですけども、全然そんな時間じゃないでしょうね、きっと。まとめとしてはまず環境を確認しよう、ちゃんと HDR の絵が見えるかどうかですね。はい、次に HDR の素材を用意しようと。HLG はもちろん使えるし、皆さんたくさん持たれているログ素材も使えます。でアップロードするデータを作成すると。ポイントとしてはちゃんと 10bit 以上の情報でカラープロファイルもついている。そして、余裕のある方は SDR 環境向けの表示も用意しようと。先ほどの LUT の内容ですね。はい、以上の内容となります。はい、長々とお話をしました。あえてとは言いましたけども、実際私にもまだわからない部分っていうのが多いです。例えば先ほどの言ってたそのディスプレイのリファレンスの明るさのところとか、そこの部分ですね、これ検証するにもですね、 YouTube に上げてから結果が出るまで時間がかかったりとか、そういうのがあってとても手間で正直、やってられません。よかったら、皆さん検証してその動画を上げて私に教えてください。はい、以上になりますが、皆さんのクリエイティブワークの何かのお力になれれば幸いです。以上、お疲れ様でした。